どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾と、今日一緒にやってくれるのはうちの愛犬のルナとトワくんです。チワワのトワくんです。はい、というわけでトワとルナと一緒にやっていこうと思うんですけど、今日お話しするのはね、犬のマウンティングですね。で、マウンティング自体がまずね、なぜ起きるかっていうところで、まあ一番わかりやすいのがね、やっぱり子供を残すためにするっていう、もともとはそういう行為ではあるけども、まあそれ以外にもね、ワンちゃんたちの場合はそのマウント自体に意味合いがついてくるっていう感じですね。で、よく言われるね、その上下関係、俺の方が上だよっていう風に、まあワンちゃんに乗っかったり人に乗っかったりするっていう話も、もちろんあったりはするんですけど、なんだろう、その上に見てるとか下に見てるっていうよりも、うちで見てるとね、ワンちゃんのなんだろう、その所有欲に近い、俺のものだよって言ってるような感じの感覚の行動として見受けられることが多いかな。まあ、ぬいぐるみもそうだし、こういうね、一緒に住んでるワンちゃんに対してもね、やったりすると思うんですよね。先住犬が下の子にやるときもあるし、まあ、先住犬に対して下の子がやるときもあるし、で、まあ、そういうね、上下関係を決めるのにワンちゃんの中でやってるだけじゃなくって、人間に対してもね、やってくるパターンが多いのかなと思います。で、よくね、まず一番質問の中で多いのが、やめさせた方がいいんですかっていうことを聞かれるんですけど、もちろんね、やめさせられるならやめさせた方がいいですね。なんでかって言ったら、まあ、やっぱりストレスになってくるところももちろんあるし、それ以前にね、その、なんだろう、ストレスになる動向以前に、まあ、なんだろう、その怪我のリスクとかっていうのが、噛まれたりすることもあるんですよね、結構ね、起こるっていう。マウント自体もね、例えば何回か、例えば初めてマウントワンちゃんがしてきます、やめてっていうのは別なんですけど、例えばね、パターン的に言うと、もう何回かマウント許しちゃってるね。例えば疲れて帰ってくると、手掴んだり足掴んだりして、なんか腰をクイクイ振ってるんです。で、注意はしないからそのまま行っちゃいましたっていうことになってくると、一回受け入れちゃうと、次やった時にダメって言った時にはワンちゃん怒る可能性非常に高いですね。なので怒ったりとかね、すると噛まれちゃったりすると、でもちろんね、人間も怪我する可能性があるし、他のワンちゃん同士でもやっぱり怪我をさせちゃうかもしれないっていうリスクが少し出てくるのかなと思います。で、まずね、やめさせ方、やめるようにするのにどうしていったらいいかっていうと、まあ一番簡単なところで言うと、避妊去勢をしちゃうとある程度抑えられる。まあただなくなるわけじゃないですよ、絶対なくなるわけじゃなくて、ある程度抑えられる。で、その他に、イライラしたりとかストレスが溜まったりすると強く出がちなのかなっていうのが自分の中で見てて思うので、まあ、必ずね、適度な運動はとってあげるようにしたりとか、まあ、遊びの中でね、発散を促していってあげるようにすると、まあ、そういう行動も減るのかなと思います。で、それと同時に、マウントをしちゃうのには、きちんとね、しつけトレーニングを入れる必要性があると思います。っていうのが、まあ、よく見るね、お座りとか伏せとかね、あとは、まあ、待てとかいろいろあると思うんですけど、基本的なことができるっていうことは、例えばね、マウントされそうになった時に座って、ね、指示を聞かせてやめさせることができるっていうことですね。なので座って、そうだ ね、必ず、指示を優先的に聞かせる時には、そのね、マウントをしてきた時だけじゃなくてね、これ以外の時でもちゃんと言うことを聞くようにしていくっていうのが、すごく大事になってきますね。その時だけ言うことを聞かせようとすると、絶対やりません。絶対やらないのに、そこで無理に押さえつけたりとか、お座りでしょうなんてやると、中にはね、反発してくる子も出てくるので、できればね、運動を促していってあげながら、落ち着いた状態になったら、そこからきちんとトレーニングを入れていってあげて、で、お座りで、ちゃんと座れますね。せ座って、持て、こっちの手、持て、座ってね、ゆっくり、ほら、ゆっくり、そうだ、はい、よし、ね、なので、いろんな、ね、指示を聞けるようにしとくと、何かあったときに指示が優先的に通るので、まあ、やめてもらいやすいっていうことと、本当に困ったときだけね、どうにかしようっていうと、なかなか大変なのかなと思うので、で、他のワンちゃんにね、しちゃったりするときには、もちろんね、する前に呼んで戻したりとか、もし不安であればね、リードをつけるなどの対策がね、必要になってくるんだと思います。ドッグランとかでもね、多分それで事故っていうか、喧嘩とかってね、起きちゃうことってそういうパターンが多いのかなと思います。ね、もし、マウント困ってるよっていう方の場合は、一番試してみていく成功率っていうか、その目に見える形で結果に出る確率が高いのが、
避妊去勢をしていただくのが一番かな。でただそれだけで抑えるの難しいので、運動を適度にとっていきながら必ず落ち着いているタイミングでトレーニングを入れて読み戻しやお座り伏せ待てなどを、すぐに聞けるように教えていってあげると制御が非常にしやすいと思いますね。ワンちゃんとの暮らし、楽しくやっていけると、一番、ね、いいのかなと思うんですけど、特に、ね、噛まれちゃったりとかワンちゃんがわがままにお家の中になっちゃうと、まあ、自然と、ね、やりにくいことが多くなってくるんですけど、ただ、ね、こっちが上だよって押さえつけようとしたりとか力で何か教えようとするとうまくいかないことも多々、ね、多く出てくると思うので、ぜひ、ね、困る行動をしたからじゃなくて何にもしてない時から、ね、きちんと関係性をつないでワンちゃんたちと、ね、楽しい暮らしを一緒にしていけるといいのかなと思いますので、ぜひ皆さんもそんな風にしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、ごめんなさい、終わったと思ったらまた始まったみたいな話になっちゃうんですけど、一応ねサムネイルがね、ルナがね人間にね、マウントしてるみたいな、まあ、それ見せるように写真撮ったんですけど、そういう写真になってるんですけど、まあ、ルナのためにね一応ねここで弁解しておくと、人間にはマウントしません。ただ、犬にマウントすることはね、たまにしばしば見られるかな。特にね、他のワンちゃんにもやりません。例えばねお客さんのワンちゃんとか、ドッグランで会ったワンちゃんにやったりとかっていうのはまずないんだけども、ただうちの家族内ではあるかな。なのでジェットとかあかりとかあの辺と遊んでる時にやる行動としてはまあしばしば見られますね。で、ただねそのピョンって飛びついてマウントっぽいポーズはどうやって撮ったかっていうと、まあ方法でごめんなさいねどうでもいい話なんですけど、あれねあのトレーニングの中の一環で、あの前にねルナちゃんにあの聴導犬ごっこみたいなことを教えてたことがあって、まあ、簡単に言うとねタイマーを置いといてタイマーが鳴ったらワンちゃんが教えに来てくる、教えてくれて、で教えてくれたから何って言うとそこまで案内してくれて、でまあそれでいい子だねって褒めてあげるみたいな、まあタイマーがあったまで案内してきますよっていうゲームの中に、ワンちゃんがね教えてって言った時に教えてくれるっていう動作があるんですよ。教えて、そうね、あの教えてって言うと自分に対して教えて、ピョンって飛びついてくる、ね、飛びついてくることによって何って言うと、教えてくれるっていうやつを、まあタイマーが鳴ったら教えに来てくれるところまで教えたんですけど、まあ、そこからタイマーのところまでまだ案内してくれないんですけどね、もう随分と前に遊びにやっただけだから、はい、というわけで、どうやって教えたかっていうと、教えてって言ってピョンって飛びついてきたらおやつの位置が高いと手が上に乗っちゃうので、これじゃあんまりマウントっぽくないので下に下げます。下げるとね滑って落ちるので落ちないように頑張ってこう掴みます。はい、で今ね一瞬マウントっぽいポーズに見えたと思うんですよね。はい、これが人工マウントでしたね。はいね、というわけで、トレーニングね結構ねこれ教えたから意味あるのって言ったら意味はもちろんないんですよ。で自分もね今回動画を撮るにあたってね遊びでああなんとなく飛びついてるところからああズイーって下ろしてったらなんかそれっぽいのが撮れそうだなっていう思いつきで撮っただけであって、でただね、教えてって教えるのもそうかな、教えてね、はいね、こうやってあの本当はねおやつを位置ここから高くしてくるとピョンって飛びついちゃうっていうだけの話なんですけど、まあそのピョンって飛びついてから下にズイッと下げていくと、まあ、こういう人工的にマウントっぽいポーズが取れますと。はい、まあ見てる方でも多分作りたいっていう方いないと思うんですけどね。ただね、意外に便利なのが例えばワンちゃん抱っこするときに相手抱っこって言うと嫌がる子多いんですよ。来られるのは嫌っていう子多いんですよ。でもおいでいい子だね、正面からおいで、おいで、おいで、ちゃんとおいで、ちゃんといいです。そう、ね、来たところを抱っこしてあげるっていう分には平気っていうことが多かったりします、ね、なので、抵抗があります。おーおーすげえ飛び方抵抗があります、抱っこされるの嫌なんだよっていうこの場合は、ぜひね、おいで、ね、来てからこっちから抱っこしてあげてっていうパターンで抱っこしてあげると抱っこスムーズかな。はいよ、ね、なのでそういう意味でもねこのおいでとか飛びつくっていうことは指示で教えることもできるので、まあ、今回たまたまね自分の遊び心でこうマウントのね、ポーズみたいなことでね、使っちゃいましたけど、実際は結構ねしつけやトレーニングの場面でやっても便利なのと、まあ抱っこしたりとかね、あとはトリミングテーブルとかに乗せるときもね大型犬だとね乗ってって言って手かけてくれると後ろ足グオって持ち上げると、まあ、そのまま上にねこう乗ってくれるっていうことはできたりするので、ぜひね、皆さんも遊びの中でワンちゃんとね別にねこうなんだろう意味のあることだけを教えることが全てじゃないので、遊びの中でいろんなことを教えてみてはいかがでしょうか。あとごめんなさいね何回も言っちゃいますけどルナは、大丈夫ですからね。